皆さんこんにちは、ヒカルです。今回はオールドレンズとデジタルカメラをくっつけて撮りに行ってきました。今回使用するレンズはライカ DR ズミクロンです。ライカの中でも王道のこのレンズ、年代によってモデルチェンジがされてきたから市場に結構溢れてるので買いやすいレンズ。それでも僕のは10万くらいしたけど、こうして見ると60年前のデザインとは思えない。 F 値は2から16まで変化可能。縁のところにはライツウェツラーの文字。ライツは元々の社名で、ライツのカメラでライカなんです。カメラが売れてからライカに社名を変更。ウェツラーは創業の地らしいですよ。反対側にはズミクロンの文字。ラテン語の最高を意味するズマと小さいを意味するミクロンを合わせてズミクロンらしいです。デジタルボディのカメラはソニー α7R2 です。高画素機なミラーレス機で普段仕事に使う機材の一つです。ソニーの後継機はいろいろと出てますが、あまり大きなブレイクスルーがない限りはこれで十分かなって思います。4000万オーバー長素もあるし 4K も撮れますしね。今回はこのセットで出かけてみました。写真はローで撮って、後からフィルムのプリセットを当ててます。近所のお寺に生えてたでっかいサボテン、お寺の方に許可をもらって撮影させてもらいました。これ何年でこうなったんだろう。きっと50年以上経ってるよね。本当植物の生命力はすごい。夕日がいい感じなので地元の海岸に。空のグラデーションが最高だ。
ジタルカメラのいいところは画像がすぐ見れるとか利点がいろいろありますが、個人的には ISO 感度が上げれることかな。フィルムは用途に応じて ISO100 とか400、800のフィルムを買うけど、デジタルは暗くなったら感度を自在に変えれるのが便利だね。沈む夕日を眺められるのは海がある町の特権ですね。この後に続くデイ2が長くなってしまい、前後編で分けました。後編の次回予告をどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。